過剰な電磁波が癌を起こす。以前ほどは騒がれなくなったが、回避できならした方がいい。WHO の協力機関 IARC によると、人に対して発がん性があるかもしれない100から200マイクロテスラ以下が望ましいと。危険度は人工甘味料と同じ程度と評価。長時間浴びるとさらに良くないと。目に見えないから余計に怖い。そこで電磁波を測定する装置を極秘入手。テスメンという安い割に高性能な装置を作っているメーカー。ここんちの電磁波を測るメーター入手。これでリスク要因を探していくよ。測ったもの、家電、パソコン、電気自動車、ディーゼル車などなど。使い方簡単。スイッチ入れてマグモードを選択。メーター最大200マイクロテスラ。100マイクロテスラ以下であっても長時間浴びると良くない。では行くよ。ネットで話題の極激辛ペヤング、 YouTuber にも大人気。知り合いのインド人も辛くて食えないって。言動炸裂。激辛と電磁波は関係あるのか。実は置いた場所が悪かった。 IH のスイッチ入ってたわ。ちなみにペヤングには何度問題もないよ。このペヤング普通に食えたら上級者、牛乳飲みながら食えたら中級者、ココ一番屋のカレー換算20から尖った商品ゆえスーパーではなかなか売ってない。ヨドバシカメラ通販で安く買えるよ。アゲアゲテンションのまま測定していくよ。ペヤングおかわりするからもう一回お湯沸かす。近づけるとテスの顔赤くなって警告する。出力全開でも200マイクロテスラはない。思ったより安全。少し離れると検出されず。 IH クッキングヒーター大丈夫だった。小さい鍋に変えても問題ない。30センチも離れていれば検出されず。 IH クッキングヒーターは安心安全。電磁波過敏症の人でも大丈夫なレベル。次、ノート PC。 本体からは検出されず。追加モニターからは検出。でもモニターに顔をべったりくっつけなければ問題ないでしょう。電磁波漏洩はおそらく内蔵電源ユニットからだな。というわけでノートの AC アダプター、 AC アダプターは体から離した方がいい。ピーク時には100マイクロテスラ楽々超えたよ。冬に寒くなってもAC アダプターを湯たんぽ代わりに使っちゃダメということが分かった。扇風機モーターから出るはずだ。照明は大丈夫。やはりモーター付近から検出。30センチ離れれば OK。 扇風機も抱えて寝たらダメ。大型テレビ55インチ東芝レグサ、中央のみ検出。なぜならそこに電源ユニットがあるから。マックス50マイクロテスラ、10センチ離れれば問題ない。裏側も見ていこう。最大で10マイクロテスラ、これも少し離れれば OK。 昔はテレビは5メートル離れてみましょう。今はテレビは10センチ離れてみよう。
傾向と、肝からは検出されず、こちらも電源から検出。中国製の USB 充電器、10マイクロテスラ、少なめだけれど出ているね。最新のフルスペックゲーミング PC、 やはり電源周りから放出、大した量じゃないがしっかり出てます。どの製品も電源ユニットが発生源、窓用エアコン、コンプレッサーがあるから出るはず。最大でも5マイクロテスラ、まあ大丈夫かな。電気自動車、噂では電磁波汚染すごいらしい。ところが全く検出されず、この先一時停止があります。電気自動車は極めて安全と証明される。メーターはずっとゼロを指している。電気自動車は電磁波でもクリーン。正直信じられないが事実だ。道理で電気自動車の運転中疲れないわけだ。騒音が少ないだけじゃない、電磁波ノイズも少ない。他の電気自動車でも試したいね。ではディーゼルのハイエースはどうだ。結構それなりに検出。このハイエースはディーゼルエンジンなので電磁波とは無関係と思っていたが、絶対値は少ないが長時間の運転ではそれなりに被爆すると思うんだ。お気に入りのハイエースだが運転すると妙に眠くなる。もしかしたら電磁波のせい。この下にエンジンがあるから電子制御関係が電磁波出している可能性。疑われるショックだ。おおむね10マイクロテスラ。これは意外と問題だったりして、テレビや PC は体から離せばいいが、車の場合はそうもいかない。さて電磁波をカットしたくなったが、どのような方法があるか今後の動画で検証しようか。 PR、今回お世話になったテスベンのいいとこ紹介。最近多いリチウムイオン電池の景気は80度以上になったら燃える。テスベンはバッテリーが単用なので高温下でも安心。前回指摘した電池蓋も工具いらずになっている。概要欄、割引コードで安く買えるよ。まとめるよ。一番電磁波が低かったのはなんと電気自動車のアイミーブ。一番やばいやつはディーゼルのハイエース。 IH はかなり安全。ノート PC の AC アダプターは注意レベル。想像と随分違っていたね。最後までご視聴ありがとうございました。